皆さんおはようございます。今日は劉先生がいらっしゃいませんので、私がこの時間を担当させていただきます。よろしくお願いします。それでは初めにお祈りをいたします。ご在天の神様、この1週間の守りと導きを感謝いたします。これから安息日学校の学びの時間を持ちます。どうか一緒にご臨在くださり、我々の学びの時間を支え祝福してください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は12課ですね、契約の信仰というところです。はじめに暗証聖句をお読みします。ガラテヤの 3-11 口語訳でお読みします。そこで律法によっては神の御前に義とされる者は一人もないことが明らかである。なぜなら信仰による義人は生きるからである。ガラテヤ 3-11 口語訳。この、88ページの下のところで今週のポイントというところですね。今週のポイント、救いはなぜ賜物なのでしょうか。なぜ神と等しい方しか私たちを贖えないのでしょうか。何がアブラハムを信仰の偉人にしているのでしょうか。私たちにとって義と認められる、見なされるとはどういう意味でしょうか。私たちは十字架の約束と希望をどうすれば自分のものとできるのでしょうか。こういうことを考えながら今日も学びに入っていきたいと思います。まず日曜日のところですね。カルバリーを思い描くというところです。1行目のところに、神が古い契約の下で人々を救われたのと新しい契約の下で救われるのは同じ信仰のみによりますと書いてあります。神の下で、契約の下で私たちが救われるのは信仰のみによる。どんなに良い行いとか正しい行いによっても、救いを手に入れることはできない。そのことを知らしめるためにイエス様は十字架にかかられたわけですね。それを忘れないために私たちは絶えずこのカルバリーの光景をですね、思い浮かべて、まあ、イエス様の愛の深さを感じていなくてはなりません。89ページのこの下の段落の、2行目からちょっとお読みします。かくも気高く汚れなきキリストがこれほどに痛ましい死を忍び世のすべての罪の重荷を負われたのだから、我々の思いや想像力では決してそれを完全に理解することはできない。このような驚くべき愛の長さ、広さ、高さ、深さを我々は計り知ることはできない。比類のない救い主の愛の深さを熟考するとき、心は満たされ、魂はその愛に触れて溶かされ、愛情は清められ、高められ、そして品性全体が完全に作り変えられるのである。イエス様の犠牲がいかに大きなものであったかということを絶えずこのカルバリーの光景を思い浮かべ、私たちはまあ直接見てはいないわけですけれども、その光景を思い浮かべてイエス様の愛がいかに大きなものであるかということを、感じていなくてはならないと思います。下の箱の中に、書かれていますガラテヤの 6-14、 ここをちょっと見てみたいと思います。ガラテヤの 6-14 をお読みします。しかし私自身には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられてこの世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。
私たちもイエス様によって十字架に死に作り変えられて新しく生まれなければならないと思います。次に月曜日のところに行きます。月曜日は契約と犠牲、一番上のペトロの手紙1:18-19をお読みします。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。こういうふうに書かれていますね。で、問いのところで、ここでペトロが私たちはあがなわれたと言っているのはどういう意味でしょうかというふうに書いています。あがなうという言葉は普段我々はあまり使わないですね。聖書かそのキリスト教関連の書物の中でしか多分使われない言葉だと思いますね。日常生活ではほとんど使わないです。だからなかなかその意味が、初めて読んだ時には意味がなかなかわからないんですけれども、この、あがないという言葉に似た言葉に償いという言葉があります。償いはですね、自分の犯した罪を自分が、例えばお金を払うとか物を納めるとか何らかのその代償を払って罪を許してもらう、自分が自分の罪を許してもらうために代償を払うという、これが償いですね。それに対してこの贖いというのは、第三者が私の罪を罪のために何らかの代償を払って、で私を罪から解放してもらう、つまり自分でやるのではなくて第三者が自分の罪のためにしてくれること、これが贖いということになりますね。だからイエス様のこのカルバリの十字架というのはまさにその、人間の罪のために全く罪のないイエス様が、自らの命を捧げて私たちの人類の罪を拭ってくださったんですから、これはまさに贖いというわけですね。イエス様自身は全く罪がなかったと。ですから、これは罪のない人にしかできない、贖いというのは罪がない人にしかできないことなのかもしれませんね。イエス様の血でなければ贖えなかった代償が、それが十字架なんですね。そしてこれが神との契約の基礎になっているということになっています。90ページの、下の段落の、6行目の後ろの方からお読みします。神ご自身と等しいお方、そのうちに借り物でない他の何者にもよらない永遠の命をお持ちであるお方だけが、私たちを律法に対する負債から解放するための代価を支払うことができるのでした。こうして全ての契約の約束は満たされ、こうして私たちは永遠の命の約束を持ち、こうして今も私たちは罪と死から贖われているのです。このことをいつも念頭に置きたいと思います。続きまして、火曜日それから水曜日と2つに分けて書かれています。アブラハムの信仰、ここが今日の、ハイライトというところですけれども、火曜日の一番上に書かれている聖句ですね、創世記の 15-6、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。これはまさにその信仰による義という、聖書の重大な、真理をですね伝えるとても深いそして重要な、聖句ですね。この聖句の直前を見てみますとですね、それは神様がアブラハムを、ヨドラの、星を見させてですね、あの星を数えてみなさい、あなたの子孫はあの星のようになると、そういうふうにおっしゃいました。そしてその続きでこの聖句が来るわけですね。だから、
アブラハムはそのことを信じた。この時当時まだアブラムですけど、アブラムもその奥さんもですね、80歳近くになっていて、子を持てる可能性は極めて低かった。だけど、子孫が星のように増えるというふうに神様おっしゃったわけですね。普通だったらちょっと信じられないことなんですけれども、アブラハムは自分の力ではどうすることもできないことだけれども、神様がそうするとおっしゃったんだから、神様がそうされるのならそれに従おうと、そういうふうに神様が不可能なことを実現させてくださるのならそれに従おうと、そうして神の言葉を受け入れたんですね。だからそれが義と認められたということになりますね。問4のすぐ上のところの段落のところの後ろの方からちょっと読みますね。自分は全く無力であることを認める信仰であり、完全な自己の屈服を要求する信仰です。そしてそれは主への全面服従を要求する信仰であり、服従によってもたらされる信仰です。これがアブラムの信仰であり、それが彼の義と認められたのです、というふうに書いてますね。ところがですね、この問4のところがちょっと問題になってくるんですね。問4でですね、アブラムは神のその子孫を夜空の星のように、するということを信じたはずなんですけれども、でもそのアブラムはそれから何年もの間ですね、妻との間に子供できる兆候は全くないし、また子孫がそんなにたくさん増えるというようなですね、兆しも何もないわけですね。そんな中で妻がですね、もう80過ぎていて、もうとても子供なんか産めないと。だからそばめであったハガルを、妻に迎えて、くださいというふうに、妻の方がそういうふうに、申請するというか、その願うわけですね。そしてそれに応えてアブラハムは、ハガルを妻とし、そしてイシマエルが生まれるわけですね。でこれはある意味じゃあ主の言葉は信じてなかったのかというようなことにもなると思うんですけれども、それにもかかわらずですね、神様は依然としてこのアブラムを義なるものとみなされるわけですね。これはアブラムの過ちなのかもしれませんけれども、過ちだからといって、彼を排除するんじゃなくて、依然として彼を義なるものとみなされているわけですね。その辺のところはですね、ローマ人への手紙のですね、4章のところにですね、アブラハムの信仰について非常に詳しく書かれています。それを全部読むちょっと時間がないので、そのうちローマ4章のですね、20節から24節、ここをちょっと読んでみたいと思います。彼は神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に帰し、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。だから彼は義と認められたのである。しかし、義と認められたと書いてあるのは、アブラハムのためだけではなく、私たちのためでもあって、私たちの主、イエスを死人の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのである。こんなふうに書いていますね。ですから、この水曜日のところでこの義と認めるというこの聖句のこの言葉はですね、義とみなすとも訳せるというふうに書いてますね。でだから、アブラムのその信仰がですね、完璧なものであったなら、最初に神が言われた子孫が星のようになるということを全面的に受け入れたんでしょうけれども、アブラムはそこのところはちょっと弱いところがあったと。でもそれを、結果的にはですね、そのことをも神は認められたと
問4のすぐ下のところに、下のところの文章ですね、アブラムの生涯がどれほど信仰と服従の生涯であったといっても、それは完全な信仰と完全な服従の生涯ではありませんでした。これはもう人間はみんなそうなんですよね。アブラムもそれからモーセもダビデもちゃんとした素晴らしい信仰を持っていたにもかかわらず、一度は失敗、過ちを犯しているわけですね。でも神様はそのたった一度の過ちをにでもって排除するんではなくて、その過ちを認めて悔い改めるのならばですね、それはもう義とみなしてくださるわけですよね。今のその下の段落のところの真ん中あたりで、私たちは私たちの過ちにもかかわらず神の目において義と宣言されることを意味し、それは天の神が私たちはそうではないのに義なるものとしてご覧になることを意味しますというふうに書いています。だから人間はみんな完全に義ではない。義なのは神様だけですよね。今日の暗証聖句にもですね、神の御前に義とされるものは一人もないことが明らかであると書いています。だから神以外はみんな義ではない、実はそうなんですけれども、神様は、ちゃんと悔い改めをして、また一回倒れても立ち上がるような人をですね、義とみなしてくださっているわけですね。それは神の大きな恵みだと思います。じゃあ次、水曜日のところですけれども、まあ、ここも大体同じようなことが書いていると思いますが、一番下の段落ですね、信仰は私たちが義という賜物をいただくための手段なのですと。それからちょっと飛ばして下から3行目、信仰を通して私たちは神の御目に義と認めていただけるのです。服従、聖化、清さ、品性の開発、愛などのこの思想に続くものすべては、この重大な真理から生じたものでなければなりません。ということですね。ですから我々は、絶えずも過ちをしている、罪を犯しているわけですけれども、犯してしまったからといって、絶望するわけではなくて、ちゃんとその過ちを認めて、そして再び立ち上がると、前を向いて立ち上がることができる人が、聖書でいう義なる人だというふうに書いています。次に木曜日のところですけれども、ここはこの問い7のですね、4つの質問、ここを皆さんはどういうふうに答えられるのかというところですけど、それぞれ少しずつ違うかもしれませんね。私が答えるとしたらですね、このまず問7の括弧1ですけれども、あなたは神の素晴らしさをどのように味わっていますかって書かれていますね。これはもう皆さん別にもう十分いろんなことご存知でしょうけれども、いつも助けと守りと導きがある、そのことをいつも感謝しながら、生きていきたいということですね。で、括弧に、私たちのくびきを軽くするためにキリストがしてくださったことはどんなことですか。これはもう文字通り、罪のくびきをなくしてくださったということになると思います。それから、括弧3の和解のために義人は何をしなければなりませんかと、神様から与えられた平安の中で我々もまた続いて平和を求めていかなくてはいけないと思います。それから括弧4のところですね、あなたはキリストが経験されたことから何を得ましたか。キリストに習う
ということが、まあ、クリスチャンの生き方だと思いますけれども、まあ、やはり自分を低くして、従順に神に従順に生きるということが、まあ、一番大事なことではないかと、そんなふうに思います。まあ、神との関係を強めるために、何をすべきですかとこの下の箱の中に書いていますけれども、まあ、私たちはもう、神に救われたのですから、救われたものとしてその喜びを持ってですね、いい行いをしなくてはならない。いい行いは救われるためにするんじゃなくて、救われているんですからそのいい行いに、救われたからその喜びを感謝を込めていい行いをしないといけないということだと思います。最後に金曜日のところですね、ここはエレン・ジー・ホワイトの文章ですけれども、4行目ですね。神は悔い改め信じる魂を受け入れ許し義とし、彼をあたかも彼が義であるかのように扱い、主は彼をその一人子を愛するように愛すのである、というふうに書いてますね。それから、下から、3行目のところ、魂は真理を通して成果されねばならない。成果もまた信仰を通して完成される。そしてただキリストの恵みのみによるのである、ということですね。まあ、我々は絶えず神様と交わってですね、神様との関係を強めていかなくてはならないと思います。救われているということを絶えず念頭に置いて、その救われたものにふさわしいですね、人生を送っていきたいと思います。はい、じゃあ以上ですね。はい、それでは終わりのお祈りをいたします。天の神様、この時間、この学びの時間をご臨在くださって導いてくださったことを感謝いたします。この後、礼拝に臨みます。今日も初めから終わりまでご臨在くださって、この我々の礼拝の時間を導き祝福してください。今日の安息日が、それぞれの方によって、祝福された時間となりますように、どうか、お支えください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。